マリサ、以前白亜紀について紹介してくれたじゃない？ああ、確かに紹介したな。それで私、今度はジュラ紀についても知りたくなったの。白亜紀のことは分かったのだけど、ジュラ紀はどんな時代なのかが気になって。なるほど、じゃあ今回はジュラ紀について解説していこう。それはありがたいわ、よろしく頼むわね。じゃあまずは、ジュラ紀がどんな時代だったのか簡単に説明しよう。ジュラ紀は、約2億130万年前から、1億4500万年前まで続いた地質時代のことだな。三畳紀、ジュラ紀、白亜紀で三分割される、中生代の真ん中の時代だぜ。この前教えてもらった白亜紀の前の時代ね。そういうことだぜ。ジュラ紀は、約5630万年ほど続いたと考えられ、前期、中期、後期の3つの時代に分けられるんだ。毎回思うけど、5000万年とか途方もない時間よね。ジュラ紀はさらに期と呼ばれる、細かい単位に分割されているぜ。例えば、前期にはヘッタンギアン、シネムーリアン、プリンスバッキアン、とあるシアンがあり、全部で11個のステージに分かれているんだ。そんなにいっぱい区別があるのね。これは絶対覚えられないわ。ちなみに、ジュラ紀の始まりは何がきっかけだったのかしら？三畳紀末期に起きた、中央大西洋のマグマ地帯の噴火をきっかけとした、大規模な生物の絶滅の後に、始まった時代だと言われているぜ。こういう時代の始まりは生物の絶滅が、結構関わってる気がするわね。白亜紀の最後なんかもそうだったし、白亜紀の、隕石衝突による生物の大量絶滅なんかは、まさにそうだよな。ジュラ紀には、大陸内に湖や川が形成され、水生生物や陸生生物の、新しい進化のきっかけとなったんだぜ。なるほど。どんな生物が進化していったの？まずはやっぱり、みんなが大好きな恐竜だな。三畳紀後期から多様化してきた恐竜は、三畳紀末の絶滅と、他の爬虫類グループの絶滅の余波を受けて、ジュラ紀前期に多様性と、個体数が大幅に増加し、陸上生態系における、支配的な脊椎動物となったんだ。うおう、恐竜時代の到来ね。でも、恐竜が繁栄し始めたのはどうしてかしら？ジュラ紀の気候は高温多湿で、絶え間なく雨が降り、多くの植物が爆発的に拡大するのに、理想的な条件だったんだ。植物の繁栄に伴い、恐竜の種類が多様化し、そして巨大化を始めたんだぜ。植物が多いと恐竜が繁栄するの？ああ、餌となる植物が豊富だと、まずは草食動物が巨大化するんだ。そして、その草食動物を餌とする肉食動物も、それに倣って巨大化していくんだぜ。なるほど、餌が豊富だと生物は繁栄しやすいわよね。そういうことだな。そういえば、ジュラ紀から白亜紀に変わる時には何かが起きたの？さっきジュラ紀の始まりは、生物の大量絶滅が原因だって言ってたけど、実は、ジュラ紀の終わりには、白亜紀との明確な境界がなく、正式に地質時代の境界がなされていないんだ。あら、そうなのね。ちなみに、ジュラ紀の名前は、フランス東部からスイス西部に広がる、ジュラ山脈において、広範囲に分布する石灰岩層にちなんで、1829年に、アレクサンドル・ブロンニャールに付けられたものなんだぜ。へえ、何事にも由来はあるのね。大まかなジュラ紀の説明は以上だな。とにかく、恐竜にとっては、繁栄の時代の始まりだったわけね。そうだぜ。実際にどんな種類の恐竜がいたのか気になるわ。よし、じゃあここからは、ジュラ紀にはどんな生物がいたのか、そして気候や地形、ジュラ紀に起きた大きな出来事について紹介していくぜ。楽しみだわ。ここからは、ジュラ紀にどんな生き物がいたのかを見ていこう。さっきも説明した通り、ジュラ紀は恐竜が大きく多様化し、繁栄した時代なんだぜ。恐竜時代の幕開けって言っていたものね。具体的にどんな種類の恐竜がいたの？じゃあまずは肉食恐竜から見ていこう。平均全長 8.5 メートルで、最大12メートルにもなる、アロサウルス、体長 4.5 から6メートルの、ケラトサウルス、体長7から10メートルのメガロサウルスなどの、大型の獣脚類が登場したんだ。あの有名なアロサウルスは、ジュラ紀の恐竜だったのね。そうだぜ、草食恐竜では、竜脚種で、体の大きさと首の長さで有名な、ブラキオサウルスや、マメンチサウルス、背中に装甲で有名な、ステゴサウルスが登場した。どの恐竜も有名だわ、私、ステゴサウルスって大好きなのよ。お、そうなのか？あの背中の装飾がすごくかっこいいじゃない。その気持ちはわかるぜ。ロマンを感じるよな。ちなみにステゴサウルスの仲間の恐竜も、ジュラ紀には多く生息したんだぜ。え？そうだったの？ああ、ギガントスピノサウルスや、ケントロサウルスらは、ステゴサウルスと同様に、背中の大きなトゲが特徴の恐竜として知られているんだ。ええー、知らなかったわ。機会があれば詳しく知りたいわね。
あとは、恐竜発見の歴史上で最初期に発見され、鳥脚類に分類される、イグアノドンも、ジュラ紀に存在した恐竜だぜ。おお、イグアノドンも有名な恐竜よね。ジュラ紀には有名な恐竜がいっぱいいたわ。海や空でも、翼竜や首長竜などが繁栄していたぜ。特に空を飛び回る翼竜は、このジュラ紀に本格的に登場し始めたんだ。そうなのね、どんな種類がいたの？ディモルフォドン、ズンガリプテルス、ランフォリンクスという種類がいたぜ。どの種も魚や貝などを獲物としていて、白亜紀に登場した。プテラノドンや、ケツァルコアトルスよりは、小型だったみたいだな。どれくらいの大きさなの？ざっくりだが、翼を広げた翼鳥は、1から3メートル程度だ。確かに、大きさ的にはそれほどでもないわね。ちなみに、プテラノドンは翼鳥9メートルで、ケツァルコアトルスなんかは、11メートルにもなるぜ。ひえー、でかすぎで想像できないわ。ちなみに、原生鳥類の祖先に近いとされている。アーケオプテリクスが登場したのもこのジュラ紀だ。いろんな生物が出てきて楽しくなってきたわ。海の中にはどんな種がいたのかしら？海の中では、首長竜で有名なプレシオサウルス、全長約12メートルでワニのような大きな顎を持ち、海の頂点捕食者だったリオプレウロドンらが、泳ぎ回っていたんだぜ。おお、どっちも有名な首長竜ね。この時代には、史上最大の魚類である、リードシクティスも生息していたぞ。そうなの？史上最大の魚類って、どれくらいの大きさだったのかしら？全長は14から28メートルとも言われ、現世最大の魚類である、ジンベイザメよりも大きかったとされているんだぜ。ジンベイザメより？それは確かに大きいわね。他にはどんな生き物がいたのかしら？じゃあここからは、恐竜以外の生き物にも触れていこう。まず、爬虫類について見てみるか。この時期には、現世のワニの祖先も多様化したんだぜ。まず、陸にはプロトスクスという種が存在し、このワニは現在の種と違って、陸生かつ草食だ。陸生の草食ワニ？それはなかなか珍しいわね。海では、メトリオリンクスという種が、四肢を足ひれと変化させるなど、海洋での生活に、高度に適応したんだぜ。そして、現世のワニを含む新学類は、ジュラ紀の前期から中期にかけて出現し、陸生から水生への変化に適応していったんだ。おお、ワニもいろんな進化を遂げてるわ。カメもこの時期に多様化したぞ。メソケリビア属とペリケリビア属という、現在の水生カメと陸生カメの2つのグループが現れたんだ。この頃からもう両方の種類がいたの？そうなんだ。それにスッポンの近縁種であるシナスピデレテスやウミガメに似た種のタラソケリビアも、ジュラ紀後期に出現したんだぜ。本当にたくさんの種類のカメがこの頃からいたのね。あ、そういえば哺乳類はいなかったの？もちろんいたぞ。哺乳類では、三畳紀後期から生き残った、犬のような動物である、キノドン類を起源に、様々な種に多様化していったんだ。この頃から犬みたいな哺乳類がいたのね。原生のカモノハシやカワウソに似た、カストロカウダという種や、モモンガに似た、ボラキコテリウムという種も、最古の空中哺乳類として登場したぜ。哺乳類も結構な種類が存在したのね。ああ、そうなんだ。他には、現在も存在するトンボや、イトトンボが登場したのもジュラ紀だな。そんな昔からトンボっているの？ものすごい長い時代を生きているのね。加えて海の中では、エビやカニなどの獣脚類が大きな進化を遂げ、最初のカニやヤドカリは、ジュラ紀前期に登場したと言われているぜ。今も生きている生物がいるのってとても不思議だわ。あの有名なアンモナイトは、三畳紀末にかなりの数を減らしてしまった。だが、ジュラ紀まで生き残った一部の種類が、多様化していったぜ。その後は爆発的に数を増やし、白亜紀まで長きにわたって繁栄したんだ。化石といえばアンモナイトよね。それにしても本当にたくさんの生き物が繁栄してたのね。それだけ環境が整ってたってことだな。じゃあ今度はその環境について教えてくれるかしら？わかったぜ。ジュラ紀は、三畳紀から相次いだ火山活動の結果、大気中の二酸化炭素濃度は現在の約4倍、気温は5度から10度ほど高温で、降水量も多く、湿度も高かったと言われているんだぜ。それは随分暑そうね。今の情報を聞いての感想がそれなのか？仕方ないでしょ。暑いのは嫌いだもの。ただし、温暖な気候がずっと続いたわけではなく、断続的な寒波が発生したこともわかっているんだ。へえ、それは意外ね。時には雪が降ることもあったようだぜ。恐竜が生きていた時代と、雪ってなかなか結びつかないわ。それはそうだよな。とはいえ、南極大陸のような氷床が存在した可能性は低いみたいだぜ。そんなものがあったらびっくりよ。それでもジュラ紀の初期の1億9900万年前から1億8300万年前の間は、初期ジュラ紀冷期で、北半球には氷河が存在した可能性があるみたいだぞ。氷河？
それじゃあその時期はすごく寒かったのね。その後のとある試案記では、海洋無酸素減少や火山の噴火に伴い、地球の気温は約4度から8度も上昇したんだ。この現象はとある試案期の終わりまで続き、海面温度が30度を超えていた可能性もある。なかなか寒暖の差が激しいのね。恐竜も大変だわ。とある試案期が終わり、1億7400万年前から、1億6400万年前は、ジュラ紀中期間期で地球規模の寒冷化が進み、一時的な氷河期が訪れた可能性もあるぜ。その後の1億6400万年前から、1億5000万年前は、キンメリジアン温暖期と呼ばれ、この時期はジュラ紀で最も湿った期間だったと言われてるんだ。寒くなったり、暑くなったり、湿ったりほんと忙しいわね。まあ何千万年単位での話だからな。定期的に気候が変わるのはある意味当然だ。この温暖な時期が終わると、初期チトニアン冷却現象と言われる、大規模な気温低下が発生したんだぜ。ジュラ紀の終わりは、この寒冷期が原因だったという説もあるんだ。やっぱり寒いと、恐竜にとっては生きづらいものね。ここまでは気候について説明してきたが、ここからは地理について見ていこう。ジュラ紀以前、地球の陸地はパンゲアという、一つの大きな大陸だったんだ。その後、ジュラ紀初期にはパンゲア大陸が分裂し、北のローラシア大陸と、南のゴンドワナ大陸となったんだぜ。大陸が分裂？やっぱり時間の流れってすごいわね。完全に分断されちゃったの？いや、そういうわけではなかったみたいだな。両大陸の距離は近く、完全に行き来ができなくなったわけではないぜ。へえ、それなら動物が行き来することもあったかもしれないわね。ちなみに、温暖である時期が多かったことから海水準が高く、ローラシア大陸は、東西に分かれることもあったみたいだな。海面の高さで海になる場所もあったってことかしら？そういうことだぜ。じゃあ最後に、このジュラ紀に何が起きたかを見ていこう。それは確かに気になるわね。恵まれた気候で、様々な生物が進化を遂げたジュラ紀でも、大きな事件が起きているんだぜ。そうなの？一体どんな事件が？その事件は大きく分けて二つある。順に解説していこう。一つ目が、トアルシアン絶滅事件で、約1億8300万年前のジュラ紀前期、トアルシアン期の初期に起こった、生物の大規模な絶滅事件だ。絶滅事件とは不穏だわ。一体どんな事件なのかしら？この出来事は、地球規模の海洋酸素欠乏現象で、トアルシアン海洋酸素欠乏現象、通称 TOAE と呼ばれているぜ。この出来事により、県西大全体で海の酸素不足が深刻化し、様々な海洋生物に大きな影響を与えたと考えられているんだ。ちなみに県西大っていつのことだったかしら？県西大は、地球の地質学的時間スケールにおける、4つの地質時代のうちの現在を含んだ、最も新しいものだ。簡単に言うと、5億4200万年前から現在までの期間のことだ。なるほど、それはわかりやすいわ。話を戻すぞ。この TOAE は、大規模な火星地帯の噴火と、それに伴う大気中の二酸化炭素濃度の増加、そして、それに伴うメタンクラスレートという、天然ガスの発生によって起こったと考えられている。やっぱり火山が大規模な噴火を起こすと、生物の多くが絶滅するのね。どんな生物が絶滅したの？この出来事により、アンモナイト、海中、有孔虫、二枚貝、四方動物、そして特に腕足類に多大なダメージを与えたと考えられているぜ。あらら、やっぱりたくさんの生物が絶滅しちゃったのね。海洋爬虫類には、大きな影響を与えなかったとされているがな。様々な種の恐竜が TOAE によって絶滅したが、この後、プテゴサウルスなどの長板類、ブラキオサウルスなどの有脚類、アロサウルスなどの獣脚類のような、多くの種の恐竜が出現し、TOAE 以前の恐竜と比べて、サイズが大幅に増加したんだぜ。なるほど。この時期は恐竜にとって大きな分岐点だったわけね。そういうことだな。ちなみにもう一つはどんな事件なの？もう一つはチトアン絶滅事件と呼ばれ、ジュラ紀の末期に起きた出来事だ。トアルシアン絶滅事件と異なり、陸生の恐竜にも大きな影響を与えた事件だな。それは恐ろしいわね。どうしてそんな事件が起きてしまったの？明確な原因は解明されていないが、大規模な海洋交代や、海面低下による生息地の喪失、火山活動、小惑星の衝突などが挙げられているな。どの理由も生態系に大きな影響を与えそうだものね。一体どんな恐竜が影響を受けたのかしら？特に有脚類に大きな影響を与えたと言われていて、中でも、マメンチサウルス科が大きなダメージを受けたんだ。実際、何種類かを残して絶滅してしまったからな。それは残念ね。獣脚類では、メガロサウルス類などの、中型の肉食恐竜が大きな影響を受け、長板類のステゴサウルスにも大きなダメージを与えたんだ。
うわぁ、有名どころの恐竜も相当なダメージを受けたのか。でもそういえば、ジュラ紀の終わりって明確な原因は分かっていないのよね。ああ、ジュラ紀から白亜紀の移行について、以前は大量絶滅が原因と考えられていたが、現在では、一部のグループの種類の増加と、他のグループの種類の減少に伴った、動物層の入れ替わりの結果であると考えられているんだ。なるほど、じゃあジュラ紀の終わりは三畳紀と比べたら穏やかだったのかもね。断定はできないが、そうかもしれないな。ジュラ紀は白亜紀に比べると地味なイメージだったけど、恐竜たちにとって、大きな分岐点となる時代だったのね。こうやって恐竜が生きた時代を、具体的に知れるのはとっても嬉しいわ。最強の肉食恐竜と言ったらティラノサウルスよね。ああ、白亜紀最強の肉食恐竜は、ティラノサウルスだろうな。白亜紀っていうワードを使うっていうことは、違う時代の最強の肉食恐竜について語りたいのかしら？ああ、今日はジュラ紀最強の肉食恐竜と言われているアロサウルスやその仲間について、面白い情報をゲットしているんだ。それは面白そうね。教えなさい。アロサウルスって、名前は聞いたことあるだろう？ええ、なんとなく強いイメージのある恐竜よね。よく聞く恐竜の一つだけど。そう、アロサウルスは今から約1億6千万年前から約1億4千500万年前という、ジュラ紀後期に主に北米に生息していた肉食恐竜だ。全長は 7.5 メートルから12メートル、体重は2トンと言われている。かなり大きい恐竜なのね。なんだか、目の上に突起があるわね。これは何か意味があるの？そう、この目の上の出っ張りがアロサウルスの特徴なんだが、実は何にも意味がないらしい。そうだったの、お飾りという感じなのね。ああ、ちなみにアロサウルスは数百体以上の化石が見つかっており、恐竜の中でも研究が進んでいる方なんだ。そうなのね。だから有名な恐竜なのね。日本で初めて全身骨格の展示がされたのも、アロサウルスなんだぞ。日本にも縁のある恐竜なのね。でも、そんなにたくさん発見されているということは、かなり多くの個体が生きていたのかしら。ジュラ紀最強と言われているからな、繁栄したに違いないな。アロサウルスは鋭利な歯や爪を持っている上、体の大きさの割に体重が軽く、とても足が速かったらしいんだ。へぇ、俊足なのね。時速 60km で走っていたという説もあるぞ。一般道の法定速度じゃない？スピード系の恐竜と言えるな。諸説あるが、ティラノサウルスの速度は時速20から 30km 前後であると考えられているから、それと比べてもかなり速いな。やっぱり狩りをする時も、そのスピードを活かしていたの？そうだな。ティラノサウルスほど頭骨が大きいわけではないから、一撃の攻撃力はそこまで高くはない。だけど、ティラノサウルスより前足の爪が鋭く発達しているんだ。爪や歯を武器にしスピードを生かし獲物を襲っていたようだな。それに、集団で狩りをすることもあるんだ。集団？ただでさえ素早いしでかくて厄介そうなのに、群れで襲われたら大変ね。そう、アロサウルスに集団で狙われたら、逃げるのはかなり大変だったろうな。そんなに強かったら、アロサウルスは食べ物にも困らないでしょうね。常にビュッフェ状態ね。実は、そんなこともなかったようなんだ。アロサウルスの食事場について、面白い話がある。何それ、教えて。アロサウルスは共食いしていたことがあるらしい。共食い？アロサウルスが、アロサウルスを食べるってこと？そう。化石に噛み跡がついていてな。アロサウルスがアロサウルスにかじられていたという証拠が残されていたんだ。え？当時最強だったのに、どうして共食いをするの？生態系の異常が生じていたのか、食べ物が取れなくなってしまったのかもしれないな。食料不足のため、空腹すぎて仲間を食べてしまったんだろうな。うわ。食べ物がなくなってしまって、仲間を食べるしかないっていう状況、恐ろしいわね。共食いという現象は別におかしいことではなく、古生物学者も肉食動物は動物の死骸があれば食べる、と話してるくらいだ。だが、化石から共食いの痕跡が見つかるのはとても珍しいことらしいぞ。へぇ、確かに共食いの跡が化石に残ってるってすごいわね。そうだな。しかも、栄養の少ない足の指などにもかじり跡が残っていたらしく、相当食料不足だったということがわかっているんだ。死体を何度も何度もかじっていたらしいな。死んだアロサウルスを他のアロサウルスが見つけて食べる、ということがあったのね。なんだかかわいそう。恐竜の世界も大変だってことだな。さあ、今日はそんなジュラ紀最強肉食恐竜アロサウルスの仲間を、どんどん紹介していくぞ。最初に紹介するアロサウルスの仲間は、ガソサウルスだ。ジュラ紀中期に生息していた肉食恐竜だな。なんだか変な名前ね。だろう？
ガソサウルスというのは天然ガスが発見される場所で見つかったために命名されたんだ。ヘンテコな名前として知られているぞ。え、そうなの？なんだか安直。発見された地名や場所にちなんで名付けられることは結構多いぞ。ガソサウルスの特徴は、全長が約 3.5 メートルから4メートルで、体重は約 100kg から 150kg と、アロサウルスと比較して、小さめの恐竜と言えるな。そうね、ミニサイズね。生息場所はどこなの？中国だな。中国に生息していたシンラプトル科というものに分類されるんだが、この種の特徴として顔がぺったんこというものがあり、おそらくガソサウルスもそうだったんじゃないかと考えられている。顔がぺったんこ。なんだか可愛いわね。そうだな。だが、ガソサウルスはアロサウルスと違って、部分的な化石しか発見されていないため、全貌はわからないんだ。そうなのね。化石の見つかり度合いで、わかる情報の多さも変わるものね。ミステリアスなところも恐竜の魅力ね。ああ、未知なところが多いんだが、ガソサウルスはテタヌラ類と呼ばれる恐竜の一群の中で、最古の恐竜じゃないかと言われているんだ。アロサウルスもテタヌラ類だから、アロサウルスよりもっと昔からいたんじゃないかということだな。へぇ、ガソサウルスって、意外と考古学的に大事そうな恐竜なのね。どんどん行くぞ。次に紹介するのはシャモティラヌスだ。この肉食恐竜は約1億2450万年前から約9700万年前の白亜紀前期に生きていたんだ。次はジュラ紀より時代が進んだ白亜紀ね。そう。そしてシャモティラヌスは体重不明だが全長は5メートルから6メートルで生息地はタイだ。タイ？なんだか恐竜の生息地を聞いているとグローバルを感じるわね。名前のシャモというのも実はタイの旧国名から来ているんだ。名前すべての意味はシャモの暴君という意味だな。暴君？強そうな雰囲気出してきてる。名前といえば、ティラヌスって、なんとなくティラノサウルスに響きが似てるわね。その通りなんだ。実は、見た目がティラノサウルスによく似ていて、発見当初はティラノサウルスの祖先じゃないかと言われていたんだが、現在はアロサウルスの方に近いと考えられてるそうだ。そうだったのね。見た目が似ていても、本当は違う仲間だっていうことって、生物界にはよくあることだものね。ああ。腰とその他少しの骨格しか発見されていないため、シャモティラヌスもまだまだ全貌がわかっていない恐竜の一つなんだ。次はどんな恐竜が来るのかしら？次は、強さがわかっている恐竜を紹介しよう。ヤンチュアノサウルスだ。この恐竜は中国で発見され、全長は 7.5 メートルから 10.5 メートル。体重は1トンから3トンと推定されている。次は中国の恐竜なのね。ああ。約1億6800万年前から約1億6350万年前のジュラ紀中期に生きていたとされ、名前は発見された地名にちなんでヤンチュアンのトカゲという意味だな。また地名から名前が付けられてるわね。そうだな。しかもヤンチュアノサウルスはアジア地域でかなり優秀なハンターと言われているんだ。全長もさっきまで見たアジア地域のガソサウルス、シャモティラヌスよりも大きいものね。そうなんだ。そして特筆すべきはその体重で、大きさの割に体重が軽いと言われている。ヤンチュノアノサウルスには頭骨に空洞があり、俊敏に動くことができたんだ。体が大きい上に速いなら、かなり狩りで有利と言えるわね。そうだな。かなり俊敏に動くことができたらしい。加えて、頭骨の空洞部分では、嗅覚や呼吸機能を強めることができていたと言われており、他の恐竜に差をつけていたんだ。速いし身体機能も強い。まさにアジア最強のハンターね。ヤンチュアノサウルスはジュラ紀のアジアを代表していると言ってもいい肉食恐竜だな。しかも、保存状態のいい化石が発見されているため、研究も進んでいる恐竜なんだ。展示されている骨格も、見応えがあるわね。続いての恐竜も強力なアタッカーだ。カルカロドントサウルスという恐竜で、約1億年前から約9300年前、白亜紀のアフリカに生息していた恐竜だ。アフリカの恐竜、今回アフリカ圏から初の恐竜ね。確かにそうだな。全長は8メートルから14メートル、体重は5トンから8トンと言われている。体がとても大きい恐竜で、頭はティラノサウルスよりも大きいと言われているんだ。え、ティラノサウルスより大きいなんて、相当強いんじゃない？噛む力はかなり強力だったろうな。カルカロドントサウルスは、サメのような、薄く鋭いノコギリ状の歯を持っていたんだが、この歯の特徴から、生きたいものを積極的に捕まえて食べていたということがわかるんだ。どうして？腐敗した肉を食べるよりも噛みついて失血させて獲物を狩るのに適した歯だからな。歯の形からもいろいろわかるのね。そうだな。かなり強かったから白亜紀中期にティラノサウルスが登場するまで
食物連鎖の頂点に立っていたと言われている。世界中にも、カルカロドントサウルスの仲間がいて、同じく食物連鎖の頂点に立っていたと考えられているんだ。食物連鎖の頂点？アロサウルスは、実は、繁栄した時代が少し異なるんだ。アロサウルスはジュラ紀、カルカロドントサウルスは白亜紀中期に繁栄している。アロサウルスがジュラ紀後期に絶滅してしまい、カルカロドントサウルスが生き延びたんだ。へぇ？じゃあ、カルカロドントサウルスは、最強の時期もあった。強い肉食恐竜だったのね。続いての恐竜はカルカロドントサウルスの仲間でもある、ギガノトサウルスだ。なんだか強そうな雰囲気。ギガノトサウルスは約9800万年前から約9600万年前の白亜紀後期、南米に生息していた肉食恐竜だ。ギガとかついてるから、大きさとか体重が気になるわね。全長12メートルから14メートル、体重6トンから8トンと言われていて、体の大きさとしては、ティラノサウルスより大きい個体もいたと言われているぞ。手足に鋭い爪を持ち、頭部も 1.9 メートルととても大きく、強い肉食恐竜らしい形をしているな。あらら、これは最強だったんじゃない？実は違うんだ。意外なことに、頭部の力はそんなに強くなく、顎の力はそこまで強くなかったと言われているんだ。ちなみに、顎の力はティラノサウルスの3分の1らしいな。そうなのね。ティラノサウルスと比べたら、かなり顎の力が劣るのね。子供や弱った個体を狙ったり、集団で狙ったりして狩りを成功させていたみたいだな。また、嗅覚の鋭さが弱点のカバーになっていたようだ。まあ、それでも強い肉食恐竜であったことに変わりはないけどな。どうやって戦っていたの？何度も獲物に噛みついて失血させ、弱ったところで首を噛んで窒息し、というやり方をしていたそうだ。確かに、一撃で仕留めるという感じではないのね。それぞれの戦い方があるということだな。最後は日本に縁の深いアロサウルスの仲間だ。日本にアロサウルスがいたの？ああ、フクイラプトルといってな。福井県で見つかった肉食恐竜だ。日本で国産肉食恐竜として、初の全身骨格が復元された恐竜でもあって、見つかった化石は全長 4.2 メートルで、アロサウルスの仲間としてはかなり小ぶりだな。すごくミニサイズね。実は、見つかった化石はまだ成長途中と言われているため、成長したらもっと大きくなる可能性もあるんだ。生態の全長は、分かっていないんだ。へぇ、フクイラプトルはまだ未知の恐竜なのね。ああ、メガラプトル類に属するとされているんだが、メガラプトル類は南米やオーストラリア大陸で発見されているため、アジアである日本で発見されるのは、かなり珍しいことなんだ。ワクワクが止まらないわね。一体どうして、日本にいたのかしら。謎だよな。調査がもっと進み未知の恐竜の謎が解き明かされるまで、もう少し待ってみよう。ねえねえ、よくティラノサウルスやスピノサウルスが、最強だったって話に出るけれど、どちらも白亜紀の恐竜よね？そうだな。それがどうかしたのか？いや、だったらジュラ紀最強の恐竜といえば、どの恐竜なのかな？と思って、ジュラ紀最強といえば、やはり頂点捕食者だった、アロサウルスだと言えるだろうな。ああ、アロサウルスか。そういえば、過去動画で紹介されたわね。日本ゆかりのフクイラプトルも、アロサウルスの仲間だったと知って、びっくりしたわ。そうか。アロサウルスには、まだまだ仲間がたくさんいるぜ。じゃあ、今回は、アロサウルスのおさらいをした上で、前回、紹介できなかったアロサウルスの仲間を、紹介していこうか。ジュラ紀最強と謳われる、アロサウルスの仲間だもの、やっぱり最強揃いなのかしら。ああ、どれもアロサウルスの仲間と呼ぶにふさわしい恐竜ばかりだぜ。期待できそうね。今回はどんな恐竜がいるのか楽しみだわ。実は、アロサウルスとその仲間たちには、共通した特徴があるんだ。共通の特徴？なんだろう？前回のアロサウルスとその仲間たちの動画でも、触れているぞ。ああ、アロサウルスは全長の割に体重が軽くて、走るのが速かったって言ってたけど、それと関係しているとか？よく覚えていたな。そうだ、アロサウルスの仲間たちの共通した特徴とは、その体重の軽さとスピードだぜ。ちょっとスタイリッシュな感じでかっこいいじゃない。ああ。だが、アロサウルスの仲間たちの強さの秘密は、軽量さゆえのスピーディーな動き、だけではないかもしれないぞ。なに？気になるじゃない。これから一体ずつ詳しく見ていくから、霊夢なりにアロサウルスの仲間たちの、強さの秘密を探ってみてくれ。わかったわ。面白そうじゃない。任せてちょうだい。アロサウルスの仲間たちを紹介していく前に、
まずは元となるアロサウルスの、おさらいをしておくぞ。まずはアロサウルスを知っておかなくちゃ。アロサウルスは約1億5500万から1億4500万年前の、ジュラ紀後期、北米に生息していた、アロサウルス科の獣脚類の恐竜だぜ。確か、アロサウルスは今までに、多くの化石が発見されているのよね。そうだ。そのため、謎が多い恐竜の世界において、比較的研究が進んでいる恐竜で、1964年には日本初の、全身骨格化石として、組み立てられた恐竜でもあるぞ。日本初だなんて、スペシャル感満載じゃない。全長は、平均 8.5 メートル、最大で12メートルに達したと推定される個体もあり、体重は1から4トンとされているぜ。体重を飛んで言われると、重く感じちゃうけど、アロサウルスは軽量だったとされてるのよね。ああ、ティラノサウルスが全長約13メートル、体重9トンなのに比べると、かなり体重が軽いと言えるのがわかるだろ。確かに、全長はそこまで変わらないのに、体重は半分以下だものね。全長が大きい割に軽量だった理由としては、他の獣脚類の恐竜と比べて、頭骨がほっそりとしているなどの、特徴が挙げられているぞ。頭骨がほっそりしてたってことは、小顔ってこと？小顔で軽量ってことは、私にも似てるってことじゃない。おいおい、丸顔の霊夢とは正反対じゃないか。アロサウルスの目の上の突起は、突起が2つのタイプに分けられることから、性別を表しているのでは、という説も出てきたぜ。前の動画では、意味がなく飾りのようなもの、と言ってたわよね。さらに、長い間、アロサウルスは、共同生活をしていたと思われてきたが、近年の研究では、共同で仲良く行動していた可能性は、低いとされている。それは、どうしてなの？仲良くするというよりは、仲間を縄張り争いや獲物の争奪相手として、認識していたのでは？という説が出てきたんだ。ほう、仲間をライバルのように認識していたのね。では、ここからは年代順に、アロサウルスの仲間を紹介していくぜ。最初に紹介するのは、サウロファガナクスだ。私は初めて聞いた恐竜だわ。サウロファガナクスは、アロサウルスと同じ、約1億5500万年前から1億4500万年前の、ジュラ紀後期に北米で生息していた、アロサウルス科の恐竜だぜ。アロサウルスと生息していた年代も場所も一緒じゃない。大きさはどうなのかしら？全長 10.5 から13メートル、体重3から 4.5 トンと推定されているぞ。あら？もしかしてアロサウルスよりも大きい？そうだ。実はサウロファガナクスは、アロサウルスよりも全長の大きい、ジュラ紀最大最強級の恐竜なんだぜ。おお、初っ端からすごい恐竜が出てきたわね。だな。ここで、体重に注目してほしいんだが、やはりサウロファガナクスも全長に対して軽量だ。本当だわ。体重がティラノサウルスの約半分だものね。ちなみに、発見当初は、トカゲを食うものという意味の、サウロファグスと名付けられたが、すでに別の生物についていた名前だったため、1995年に、爬虫類を食べる王という意味の、サウロファガナクスに改められた。まさか、名前が被っちゃったなんて。ところで、アロサウルスとはどういう違いがあるの？アロサウルスに極めて似ているが、背中の棘突起や尾にある、結動球という骨の形に違いが見られるため、別種とされているんだ。そういう違いがちゃんと発見されているなんて、研究の賜物ね。だが、サウロファガナクスはアロサウルスと違い、化石が全身の 10% しか見つかっておらず、まだ謎に包まれている恐竜だぜ。じゃあ、これから新たな発見が、出てくるかもしれないのね。だな。と言っても、サウロファガナクスは、アロサウルスと並び、ジュラ紀最強と考えられているため、人気があり、全身骨格も作られているんだ。へえ、アロサウルスよりも大きいなら、迫力もあるだろうし、ぜひ見てみたいわ。サウロファガナクスの全身骨格は、アメリカ合衆国ニューメキシコ州にある、ニューメキシコ自然史科学博物館に展示されているぞ。春休みに行ってみようかしら。サウロファガナクスは、まだ謎の多い恐竜だが、今後研究が進めば、アロサウルスを凌駕する存在になるかもしれないぜ。アロサウルスもうかうかしてられないわね。時代は移り、ここからは白亜紀に生息していた、アロサウルスの仲間を紹介していくぞ。まずは、アクロカントサウルスだ。ふむふむ、名前は聞いたことあるわ。アクロカントサウルスは、約1億1600万から1億1000万年前の白亜紀前期に、北米に生息していた、アロサウルス上科、カルカロドントサウルス科の恐竜だぜ。今回も北米に生息していたのね。ああ、そして、全長11から12メートル。体重5から6トンだったと推定されている。やっぱり、全長に対して軽量傾向にあるみたいだわ。だな。また、アクロカントサウルスは、
背びれのような特徴的な神経棘を持っており、名前も背びれが由来になっているんだ。名前の由来になるぐらいだったなんて、具体的にどんな特徴だったの？アクロカントサウルスの神経棘は、椎骨からまっすぐに突き出ていたんだ。この突起には、全身の筋肉を支える役目があったと考えられているぜ。重要な役目があったのね。ところで、このアクロカントサウルスも、強い恐竜だったのかしら？ああ、白亜紀前期の北米における、頂点捕食者だったと考えられているぞ。やっぱり、サウロファガナクスといい、アロサウルスの仲間は強者揃いね。ティラノサウルスのように獲物の骨を噛み砕くのではなく、アクロカントサウルスは、獲物を切り裂いて失血死に追い込んでいたようだ。ちなみに攻撃の際には、上顎に並んだ38本の歯が、高い殺傷能力を発揮していたという。38本も歯があったなんて、どんな歯だったの？歯のサイズは大きかったが、厚みがなく折れやすかったそうだぜ。だが、アクロカントサウルスの歯は、サメの歯と同じように、折れても新しい歯が生えてきたんだ。何度も生えてくるなんていいなぁ。サメの強さもあやかって、もう怖いものなしじゃない。また、カルカロドントサウルス科は、アロサウルス以上に鋭く長い歯を発達させていた。そして、その長く鋭い歯で、白亜紀に繁栄した史上最大級の竜脚類である、キタノサウルス科を餌食にしていた可能性があるというぜ。史上最大級の竜脚類って、どんな恐竜がいるのかしら？例えば、全長約30から36メートル、体重約80から100トン以上あったと推定されている、アルゼンチノサウルスが挙げられる。ひえー。自分の体より3倍以上大きい恐竜も捕食していたなんて、どれだけ鋭い歯を持ってたのよ。ああ、白亜紀前期の北米における頂点捕食者だったというのも、納得できるよな。ティラノサウルスと同じ白亜紀でも、生息時期がずれてるけど、実際に戦ったらどうなるのかしらね。いい勝負だったかもしれないな。もうアロサウルスの仲間から目が離せないわ。霊夢も、もう釘付けだな。さて、次に紹介するのはマクサウルスだ。マクサウルスは、約1億1600万から1億1000万年前の、白亜紀前期、南米に生息していた、アロサウルス上かカルカロドントサウルス科の恐竜だ。あら、生息年代はアクロカントサウルスと同じだけど、北米じゃなくて南米に生息していたのね。北のアクロカントサウルス、南のマクサウルスってなもんだな。そして、全長は10から13メートル、体重3から4トンと推定されているぜ。やはり全長に対して軽量な恐竜だ。そうね。でも、全長を見るとかなり大きな恐竜だったんじゃない？そうだな。ティラノサウルスやギガノトサウルスなどと並んで、世界最大級の肉食恐竜と言えるぜ。すごい。そういえば、マクサウルスも、アクロカントサウルスと同じ、カルカロドントサウルス科って言ってたかしら？ああ。だから、似た特徴を持っていたんだ。アクロカントサウルスと同じく、長く鋭い歯で獲物を失血死に追い込んだり、肉を切り取ったりしていたという。大きな体に鋭い歯も兼ね備えていたなんて、王者の風格ありね。ギガノトサウルスらと共に、当時の南アメリカ大陸を支配していた、と考えられているぜ。さすが、アロサウルスの仲間なだけあるわ。そして、マクサウルスの幼体の骨は、頑丈な生体の骨よりずっと細くて華奢だったんだ。そのため、マクサウルスは若い時は軽くて足も速かったが、成体になるとあまり素早い動きはできなかった、と考えられている。幼体と成体でそんな違いがあったのか。また、大型肉食恐竜は単独で行動していたと思われていたが、マクサウルスは集団で狩りや行動をしていたと言われているぜ。どうして集団で行動していたってわかるの？同じ化石の産地で少なくとも、7個体の化石が発見されているんだ。なるほど、化石が教えてくれたのね。それと、マクサウルスの全身復元骨格は、2009年に国立科学博物館と、大阪市自然史博物館で開催された、大恐竜、知られざる南半球の支配者、において公開された後、2011年より、名古屋市科学館の生命館で、常設展示化されているぜ。そうなの？いつでも、名古屋市科学館に行けばマクサウルスに会えるなんて、最高じゃない。続いて紹介するのは、ネオベナトルだ。ネオベナトルは、約1億1600万から1億1000万年前の、白亜紀前期、イギリスに生息していた、アロサウルス上科、ネオベナトル科の恐竜だ。今回は、イギリスに生息していたのね。ああ。全長は 7.5 メートル、体重12トンと推定されているぜ。ふむふむ。こちらも他の仲間と同様、軽量に変わりないわ。また、最もよく知られているヨーロッパの、大型肉食恐竜の一つとされていて、非常に断片的ではあるが、体長10メートル以上であったことを示す化石も発見されているぞ。
じゃあ、7.5 メートルよりも大きかった可能性もあるわね。他にはどんな特徴があるの？細身の体で、目の上から鼻先まで、三角形のトサカのような突起が続いていたぜ。突起？アロサウルスにもあったわね。ああ、モノロフォサウルスという、中国に生息した恐竜もこのトサカを持ち、性別判断や音を出すのに使っていたと言われているな。アロサウルスの突起も性別を表している可能性があるのよね。ただの飾りのように思えても、ちゃんと意味があるのね。だな。加えて、ネオベナトルの頭骨を CT スキャンした結果、口周りに神経や血管の通り道がたくさんあることがわかり、口周りの感覚が鋭かったことが、明らかになったという。へえ、面白いじゃない。詳しく聞かせて。口周りの感覚が鋭かったのは、獲物を食いちぎる時の感覚を伝えるほか、鼻面をこすり合わせて、仲間同士のコミュニケーションを、取るような行動に、関係しているのではないか、とされているぜ。ほう、鼻面をこすり合わせてコミュニケーションを取るなんて、ちょっと人間っぽいじゃない。また、ネオベナトル科は、アロサウルス上科の、最後の生き残りだと言われているんだ。長く繁栄した恐竜だったのね。さあ、次は今回紹介する中では最後の恐竜となる、アイロステオンだ。いよいよ最後の恐竜か。どんな恐竜かしら。アイロステオンは、約1億50万年前から約6600万年前の、白亜紀後期、アルゼンチンに生息していたメガラプトル類の恐竜だ。同じ分類に日本で発見された、フクイラプトルもいるぜ。あのフクイラプトルと同じ分類なのね。でもメガラプトル類なのにアロサウルスの仲間になるの？メガラプトル類は、もともと2010年に、アロサウルス上科ネオベナトル科の、海分類群として命名されたものなんだ。ってことは、アロサウルスのグループの一員ということになるのね。ただ、メガラプトル類は、未だ完全な骨格が発見されておらず、まだまだ謎に包まれているグループなんだ。じゃあ、今後研究が進むと、分類が変わってくる可能性もあるの？ああ、2019年、アルゼンチンで発見された、メガラプトル類の恐竜マイプの記載では、メガラプトル類はティラノサウルス上科の姉妹群、として扱われた。先行研究によると、ティラノサウルス上科とメガラプトル類の、近縁性が示唆されているぜ。ティラノサウルス？今後の行方が気になるわね。だな、分類の変遷の歴史については、今度ゆっくり解説するから待っててくれ。続いて、アイロステオンは、体長9メートル、体重2トンと推定されている。やはり軽量だわ。アロサウルスの仲間は、一貫して軽量を貫いていたのね。だな。また、アイロステオンの名前は、空気の骨という意味で、骨が鳥の骨のように中空、だったことから名付けられたというぞ。骨が空っぽだったことも、軽量だったことに影響しているとか？ああ、鳥と同じように、アイロステオンも9メートルの巨体に対し体重2トンと、中空の骨の特徴が活かされていると言えるだろうな。他にも鳥に似た特徴はあったのかしら？鳥類に似た呼吸器を持っており、現在の鳥類に似た呼吸の仕方を、行っていたと考えられているぜ。そうなのね。アイロステオンは、鳥との共通点がいくつかあったのね。そうだな。こうしてアロサウルスの仲間たちを見てみると、ついにティラノサウルスが現れた白亜紀末期にも、アロサウルスの仲間たちは、体長の割に軽量だったことがわかるよな。確かに、アロサウルスの時代から、絶滅するまで、一貫して軽量を貫いていたってことが実感できるわ。巨体とスピードを維持することが、アロサウルスの仲間たちなりの差別化だったのかもしれないぜ。生き残るために巨体とスピードを守り抜いたのね。今回はアロサウルスとその仲間たちの解説をしたが、どうだった？アロサウルスとその仲間たちの、強さの秘密が分かった気がするわ。そうか。それは何だと思うんだ？それは、やっぱりなんと言っても、巨体とスピーディな動きでしょうね。だな。それに、アクロカントサウルスのような、鋭い歯による攻撃もあるぜ。そうね。あと、マクサウルスのように、集団で狩りや行動をしていたということも、強さに関係している気がするわ。ああ、日本やイギリスなど広い範囲で生息していたということも、繁栄していた証だよな。また、サウロファガナクスのように、まだ化石が十分に発見されてない恐竜とかも、研究が進むと新たな発見があるかもね。そうだな。期待して待ってようぜ。ステゴサウルスってやっぱり、恐竜感があってかっこいいわ。確かに草食恐竜の代表って感じがするんだぜ。背中のトゲトゲがいいのよね。何に使うかわかんないけど、この魅力的なプレートには、実は驚きの使い方が隠されているんだ。え？あれって飾りとして生えてるだけじゃないの？そんな単純な理由であんなもの生やさないぜ。
今回は、背中のプレートが魅力的なステゴサウルスについて解説しよう。やったー。詳しく教えて。まずはステゴサウルスの基本情報について軽くおさらいしよう。ステゴサウルスは約1億5500万から約1億5000万年前に生息していた、後期ジュラ紀の草食恐竜なんだぜ。ジュラ紀といえば、恐竜たちの天下の時代ね。ジュラシックパークみたいで素敵だわ。憧れの時代だよな。ステゴサウルスは、現在の北米大陸に生息していた剣竜類で、体長7から9メートル、体重 2.5 から 3.5 トンにもなる、結構大型の恐竜なんだ。映画で見たからなんとなく大きさは把握してるわよ。でも大きい割には、おとなしそうなイメージだわ。草食恐竜だし、穏やかなイメージだよな。ステゴサウルスを含む剣竜類の化石は複数個体が、まとまって発見されることがあり、群れで行動していたとする説が有力だ。みんなで集まって、のんびり暮らしてたのかしらね。なんだかロマンだわ。雄大な大地と恐竜の群れなんて素敵すぎるよな。ステゴサウルスの最大の特徴といえば、あの背中のプレートだが、発見当初はあんなかっこいい付き方をしていなかったって知ってるか？そうなの？背中の中央に立ち並んだ、あのかっこいい感じではなかったの？ああ、今でこそステゴサウルスのプレートは縦に直立して並んでいるが、化石の発見当初は、亀の甲羅のように並んでいたと考えられていたんだぜ。ほんとなの？にわかに信じられないわ。現在の姿を見てしまうとそうなるよな。その名残として、彼らのステゴサウルスという名前には、屋根に覆われたという意味のステゴと、トカゲの意味を持つサウルスという言葉が使われているんだ。そんな意味があったなんて驚きだわ。名前の意味を知るのも面白いわね。恐竜の世界の奥深さを感じるよな。それで、その背中のトゲって一体どんな役割があったの？それじゃあいよいよ、ステゴサウルスのプレートの役割について説明しよう。楽しみ楽しみ。ステゴサウルスの背中のプレートの役割に関しては、昔からたくさんの考察が重ねられ、これまでに3つの説が唱えられているんだぜ。一体どんな説なの？ふむ、それでは順を追って紹介していくとしよう。まず一番最初に考えられたのは、防御機能説だ。防御機能説っていうと、身を守るためのトゲじゃないかってこと？その通りだ、霊夢。ステゴサウルスの姿形が判明したばかりの頃は、背中にあるプレートは肉食恐竜から身を守るものだと考えられていたんだ。確かにハリネズミとかのトゲも敵から身を守るためだもんね。そういう風に考えることは自然だよな。プレート自体もかなり大きいもので、食べようとしてきた相手には、しっかりとダメージを与えられそうな雰囲気もある。発見当時、防御機能説は一番有力な説とされていたんだ。過去形になってるってことは、違うかもって意見が出てきたの？そうなんだ。とても大きなプレートだが、調査を進めていくと、薄い作りをしている上に強度が弱いことが分かったんだ。大きくて立派で痛そうなのに、プレートを調べると、血管が多く張り巡らされていたことが分かり、プレートの中はスカスカで、外から加わる力に対して、身を守るような強度はないんだ。あの板の中に血管がたくさん通ってたのね。それだと確かにあまり強くはなさそう。そうだよな。そういった理由から、防御機能説はだんだんと否定されるようになってきたんだ。なんだかちょっと残念。防御機能説かっこいいのに、防御機能説が否定された後はどんな説が出てきたの？その後に注目され始めたのは、体温調節機能説だな。体温調節機能説？体温調節できちゃうの？その通りだ。結構意外だよな。意外というか、あのトゲトゲで体温調節なんて想像つかないわ。防御機能説の時に、プレートの中にはたくさん血管が通っているって言ったろ？そういえば言ってたわね。そのせいで強度がなくなっちゃってるんでしょ？ああ、これは大阪市立自然史博物館の林昌司博士たちが、プレートを詳しく観察した際に判明したんだ。表面には細い血管が通っていて、そしてプレートの内部へと、その血管が続いていることがわかったぜ。トゲは血管だらけだったってわけね。ああ、この血管の通ったプレートを使って、体温を調節していたという考えが、有力とされるようになったんだ。血管がキーワードになるのね。一体どういうことなの？プレートに日光を当てると、そこを通る血液も温まり、血液が温まると体も温まる。一方、体温が高くなりすぎた場合は、木陰で風をプレートに当てることで体温を下げることもできるってことだな。なるほど、血液を温めたり冷やしたりすることができたってことね。そういうことだ。現存する生き物だとアフリカゾウの耳や、ウサギの耳が、同じ機能を持っていると言われているな。今でも同じようなやり方で体温調整をしている生き物が存在するのね。これは有力だわ。そうだろ？しかし、近年の研究ではさらに新しい説が登場し始めたんだぜ。
体温調整説が正解かと思ってたのにもう想像つかないわ。近年登場した説は、表示機能説だ。表示機能説？それってモニターみたいなものってこと？ものすごく簡単に言えばそうだな。最新の研究では、成体となった後にも板が成長していることが判明しており、仲間同士のコミュニケーションにおけるディスプレイだったとする説が、提唱されているんだぜ。へぇ？そんな使われ方してたのね。さらに、血管に通す血液の量を調整することで、色を変えられたのではないか、と考えられるようになったってわけだな。血液を多くすれば、色が紅潮したりするってことね。ああ。また、多くの生物のオスには通常、自身を飾り立てることに、注力する傾向があることから、大きくて幅の広いプレートはオスの可能性が高いともされている。確かに大きいのがオスってイメージはあるし、メスにモテるために目立とうとする生き物は、たくさんいるものね。そういうことだぜ。幅広のプレートは交尾相手のメスの気を引いたり、仲間同士でコミュニケーションを取るものだろうという説が、現在では最も有力と言われているんだ。へぇ、ステゴサウルスって面白いのね。プレートの色が変えられたかもしれないなんて驚きだわ。想像が膨らむよな。さらにちょっとした小話なんだが、ステゴサウルスは、脳を2つ持っていたのではないか、と言われていたのを知ってるか？そうなの。脳が2つあるなんてかなり驚きなんだけど、見た目的にも頭の小さなステゴサウルスだが、頭蓋骨の小ささゆえ、ステゴサウルスの脳みそは、重さにすると約 28g ほどしかないと言われているんだ。めっちゃ少ないけどイメージ湧かない。一体どれくらいの大きさなの？くるみくらいの大きさしかなかったと言われているぜ。めっちゃ小さいわね。でも体は大きかったんでしょ？ああ、しかしこれだけ脳が小さいとあの体は動かせないと思われていたんだ。そのため第二の脳があるのではないかと考えられていた。なるほど。確かにそう考えるのも無理ないかも。でも一体、第二の脳はどこにあるっていうの？第二の脳があったと考えられているのは、脊髄が通っている腰にある大きな空洞あたりで、この部分にあった神経の塊を第二の脳と呼んでいたんだぜ。脳というよりも、神経の集まりってことなのね。でも、なんで腰なんかにあるのかしら？頭の方にあった本来の脳は、視覚や聴覚、食欲や前足の動きなどの関与し、腰のあたりにあった第二の脳で下半身を動かしていたのではないか、と考えられていたんだぜ。ん？考えられていた？この説も過去形なの？よく気づいたな、霊夢。実は第二の脳というのは、1930年代から1960年代の古生物学者の間で、議論されていた仮説で現代では否定されてしまっているんだ。そうだったのね。でも第二の脳があった空間は、一体何だったの？第二の脳があると思われていた大きな空洞は、神経に栄養を送るためのグリコーゲン体が入っていた場所と、現代では考えられているんだぜ。なるほど、研究が進んで新たな真実が浮かび上がってきたのね。でも、第二の脳が本当にあったら面白かったのに。私もそう思うぜ。あれ？でも、ステゴサウルスは、脳が小さすぎて、大きい体を動かせないんじゃないかって言われているのよね。そうなんだ、実はそのあたりのことはまだ謎に包まれていて、明確にはなっていないんだぜ。そうだったのか、いつかこの謎が解明される時が待ち遠しいわ。まったくだな。そんな謎とロマンあふれるステゴサウルスだが、彼らの仲間も、とっても魅力的なんだぜ。仲間たちにもトゲトゲついてるの？個性的なトゲトゲがいっぱいだぜ。それは楽しみだわ。ぜひ教えてちょうだい。まず最初に紹介するのは、レクソビサウルスだぜ。なかなか聞き慣れない名前の恐竜が出てきたわね。この子も剣竜類なの？ああ、レクソビサウルスは、1億4550万年前頃に現在のヨーロッパに、あたる地域に生息していた剣竜科目の草食恐竜だ。全長は5メートル、重さは2トンほどであったと考えられているんだぜ。重さ2トンってめちゃくちゃ大きな恐竜ね。ゾウ2頭分じゃない？現代の感覚で言うとかなり大きめだよな。彼らはイギリスとフランスで発見され、1957年にロバート・ホフシュテッターに命名されたんだぜ。この名前って一体どんな意味で付けられたの？レクソビサウルスとは、レクソビ族のトカゲという意味だ。これはレクソビ族という古代ガリアの部族がいた場所から化石が、発見されたことに由来するんだぜ。やっぱり発見した場所が名前になるのね。覚えやすくていいよな。レクソビサウルスの主な特徴として、プレートの付け根あたりは広がっており、先がトゲのようになっているというものが挙げられるな。また、肩にあるトゲはとても大きく1メートルもあったそうなんだぜ。すごい。このトゲはめちゃくちゃかっこいいわね。個性抜群だよな。レクソビサウルスのトゲは、敵を突き刺すのに使われたと考えられているんだぜ。こんなので刺されたら、ひとたまりもないわ。とんでもない武器の持ち主だよな。
次に紹介するのは、キアリンゴサウルスだ。キアリンゴサウルス？ああ、彼らは1億6000万年前のジュラ紀後期に、現在の中国あたりに生息していた恐竜で、1957年に発見されたぜ。中国の恐竜だったのね。お隣だから親近感湧くわ。キアリンゴサウルスは、生体では体長4メートル、体重150キログラムほどの、大きさでステゴサウルスよりも小さな体をしていたんだ。小さめの種類だったのね。ああ。化石は発見当時非常に不完全で、幼体のものであったそうだ。発見から2年後の1959年に古生物学者ヤン・ジョンジャンがこの名を付けたぜ。ステゴサウルス科の他の恐竜と同様に、キアリンゴサウルスは地表近くの、シダ類やソテツ類を餌にしていたと考えられている。食べてるものもわかるなんて、なんだかすごいわね。でもシダとかはあんまり美味しくなさそう。霊夢からしたらそうかもな。ただ彼らはその他にも、格子で立ち上がって、樹木の低いところに生えている葉っぱや枝を食べることもできただろうと、考えられているんだぜ。それならバリエーション豊富で飽きずに食べれたかもね。ところで、キアリンゴサウルスは剣竜類の中でも、特に注目したいって言ってたのはどうしてなの？実はキアリンゴサウルスは、最古の剣竜類の一つであると言われ、ステゴサウルスのご先祖様であると言われているんだぜ。へぇ、それはすごいわね。恐竜の大スター、ステゴサウルスの先祖だなんて、しっかりと立派なトゲも背中に持っているし、やっぱり雰囲気あるよな。さて次に紹介するのは、チュンキンゴサウルスだ。なんだか変わった名前の恐竜ね。チュンキンゴって、スズメと金魚のハーフみたい。チュンキンヨじゃない、チュンキンゴだ。この名前は獣形のトカゲという意味で、これも発見場所から取られているんだぜ。へぇ、一体どんな恐竜だったの？チュンキンゴサウルスは約1億4500万年前のジュラ紀後期に生息した剣竜類だ。全長は4メートル、体重は226キログラムと比較的小型な体型の恐竜なんだぜ。背中にはプレートが2列になって並び、これはトゲのような形状をしているんだ。やっぱりステゴサウルスの仲間だと背中にトゲトゲがあるのね。見分けやすくて助かるわ。確かにな。この装甲板が実際、いくつあったのかは定かではないが、三峡博物館に展示されている化石の場合、装甲板は14対になっているようだ。また、尻尾は先端には2組のスパイクがついていたんだぜ。がっつり武装してる恐竜だったのね。モサ感がバチバチだわ。だが、この恐竜を識別する際の最大の特徴は上腕骨の幅がとても広いという点なんだ。これは非常に原始的な特徴であり、腰も同じような作りをしていたんだぜ。ということは、進化を知る中でも、結構重要な存在だったのかもね。その可能性もきっとあるんだろうな。チュンキンゴサウルスは、近縁のキアリンゴサウルスのように、地表に近いところに生えていたシダ類やソテツ類を餌にしていただろう、と考えられているんだぜ。キアリンゴサウルスとは、生きた年代が比較的近いし、原始的な点や食べ物なんかも似通ってたのかもね。そんな風に仲間たちの情報をつなげて理解していくのも楽しいよな。さて、最後に紹介するのは、ミラガイアだぜ。サウルスってつかないのなんだか新鮮な感じだわ。確かに今回は初だよな。ミラガイアはヨーロッパの西側にあるポルトガルのポルトミラガイア地区で、発見されたステゴサウルス科の恐竜だぜ。確かレクソビサウルスもヨーロッパだったわよね。ここら辺は恐竜がいっぱいで羨ましいわ。ああ、生息していたのは約1億5000万年前、ジュラ紀後期頃だ。体長は6メートルで、体重は不明とされているな。なんだかめちゃくちゃ首が長いのね。気のせい？気のせいではないな。ミラガイアはステゴサウルスの仲間だが、その中でも非常に首が長いことで知られ、体長は6メートル程度しかないにもかかわらず、首の長さ約 1.5 メートルと体長の約4分の1にも、及ぶ長さとなっているんだぜ。へぇ？なんだかキリンみたいね。それはなかなかいい発想力なんだぜ。ステゴサウルスの首の骨は10個だが、ミラガイアには首の骨が17個あり、この長い首を利用して他の仲間では、届かないような高い場所にある植物も、キリンのように取って食べられたのではないかと考えられているんだ。すごいわ。独自の進化をした個性派ってことね。その他にも、ヨーロッパで発見された剣竜類の恐竜としては、初めて頭骨が発見された種類としても有名だな。なんだかすごいところがたくさんある仲間なのね。ちょっと感心しちゃった。ということでどうだった霊夢？ステゴサウルスの背中のトゲの意外な真実には驚いたわ。それに個性豊かな仲間たちも面白かった。恐竜には謎があったり、素敵な個性があったりで全然飽きないよな。ステゴサウルスの脳みたいに、まだ謎な部分もあるし、今後の研究にも期待だわ。これからも、面白い新情報が入ったらたくさん紹介していくぜ。よろしくね、マリサ。
ジュラ紀最強の恐竜がアロサウルスで、白亜紀最強がティラノサウルス。どうした霊夢？大きさで言ったら、アロサウルスよりティラノサウルスの方が大きいわよね。ああ。じゃあやっぱり最強の恐竜は、ティラノサウルスで決まりかしら？決めつけるのは早いんだぜ、霊夢。ジュラ紀の地層からは、大きな肉食恐竜の化石も見つかっているんだ。そうなの？詳しく知りたいわ。アロサウルスの解説は前にもしたな。ええ、覚えているわ。アロサウルスは、ジュラ紀最強の恐竜なのよね。実はアロサウルスのもっと近い仲間には、アロサウルスよりも大きい恐竜もいて、その中には、なんと最大全長13メートルと推定されているやつがいるぜ。全長13メートル？それってかなり大きいんじゃないかしら？そうだ。アロサウルスは、最大種でも全長約 9.7 メートル程度とされているぜ。ジュラ紀にもそんな大きい恐竜がいたのね。ジュラ紀の肉食恐竜では、アロサウルスが最大だと思っていたから驚きだわ。一体どんな恐竜なの？その巨大な肉食恐竜は名前を、サウロファガナクスというぜ。サウロファガナクス？前にも聞いた気がするわね。以前の動画でも少し紹介したな。今回はその部分もおさらいしながら話すから、忘れていても安心してほしいぜ。よかった、よろしくお願いするわ。サウロファガナクスは、アロサウルスと同じ約1億5500万年前から、1億4500万年前の、ジュラ紀後期に北米で生息していた、アロサウルス科の恐竜だぜ。アロサウルスと、生息していた年代も場所も一緒じゃない。大きさはどうなのかしら？全長 10.5 から13メートル、体重3から 4.5 トンと推定されているぞ。サウロファガナクスは、アロサウルスよりも全長の大きい、ジュラ紀最大級の肉食恐竜なんだぜ。最大で13メートルにもなるものね。ちなみにティラノサウルスは、全長約13メートル、体重が9トンだ。サウロファガナクスの全長が 10.5 から13メートルだから、大きい個体だとティラノサウルスと同じくらいの大きさってことね。ああ。さらに注目してほしいのが、サウロファガナクスの 4.5 トンという体重だ。あれ？ティラノサウルスと大きさは同じでも、体重は半分しかないわね。これはアロサウルス科に共通する特徴でもあるんだが、やはりサウロファガナクスも、全長の大きさに対して軽量なんだ。アロサウルスはその軽量な体で、時速 60km で走っていたという説もあるぞ。60km って、車並みの速さじゃない。ティラノサウルスは、時速約 20～30km だと考えられているから。それと比べてもかなり速いと言えるな。やっぱり、サウロファガナクスもその身軽さで素早く動いたのかしら？そう考えられるな。大きい上に身軽だなんてすごいわ。もしかしたらティラノサウルスよりも強かったんじゃないかしら？パワーのティラノサウルスに対して、スピードのサウロファガナクスとすれば、いい勝負はするかもしれないな。やっぱり大きい恐竜ってかっこいいわね。でも、アロサウルスよりも大きいサウロファガナクスがいるなら、どうしてアロサウルスが、ジュラ紀最強って言われているのかしら？もちろん、サウロファガナクスが、ジュラ紀最強の捕食者だったと主張する研究者もいるぜ。ただ、それもそんなに単純な話ではないんだ。何か理由があるのね？教えてちょうだい。わかったぜ。それじゃあ、ジュラ紀最強の恐竜について議論するためにも、サウロファガナクスの生態や、分類の研究について、詳しく見ていこう。よろしく頼むわね。まずは、サウロファガナクスが発見された経緯から見ていくぜ。化石が発見されなければ、話が始まらないものね。そうだな。1931年から1932年にかけて、考古学者のジョン・ウィリス・ストバルは、オクラホマ州シマロン郡のケントン付近で、大型の獣脚類の化石を発見したんだ。それがサウロファガナクスの化石だったの？ああ。ストバルは1941年のレビューの中で、その恐竜をサウロファグスと名付けたぜ。あれ、サウロファグス？名前が少し違うわ。そうなんだ。この名前は、ギリシャ語でトカゲを意味するサウロスと、食べるという意味のファージーンに由来し、恐竜を食うものという意味なんだ。めちゃくちゃかっこいい由来じゃない。なんで違う名前になっちゃったのかしら？実は、サウロファグスという名前が先に別の生物の名前に使われていたんだ。そのことが後に判明して、1995年には、遺伝の名前に支配者を意味する、ギリシャ語の設備語アナックスを加えて、サウロファガナクスすなわち、恐竜を食べる王と名付け直されたんだ。付けた名前が被っちゃうなんてことがあるのか。でも、最後に王様って付けたことで、もっと強そうな名前になったわね。そうだな。次はサウロファガナクスが生きた環境について見ていくぜ。最初のサウロファガナクスの化石は、オクラホマ州で発掘されたが、その後、ニューメキシコ州北部でも大腿骨、いくつかの尾椎、寛骨を含む、
サウロファガナクスの化石と思われる部分骨格が発見されているぜ。北米の意外と広い地域で見つかっているのね。ああ、サウロファガナクスの化石は、モリソン層という、約1億5500万年前から、1億4800万年前の地層から見つかっていて、生息年代としては、アロサウルスとほぼ同じだとさっき説明したな。地域も時代も同じだったなら、アロサウルスとサウロファガナクスは、直接対決していたかもしれないわね。そうかもしれないな。サウロファガナクスが発掘される地層から推測される当時の環境としては、湿潤だが雨季が少ない半乾燥性の気候で、開けた下流域の平原や、森林が広がる環境だったと推察されているぜ。なんとなくだけど、イメージできたわ。その時代には、本当にこんなに巨大な恐竜が生きてたと考えると夢があるわね。ああ、この時代は、ブロントサウルスやアパトサウルス、カマラサウルス、ディプロドクス、バロサウルスやブラキオサウルスなんかの、巨大な竜脚類が大地を踏み鳴らしていた時代でもあるぜ。こっちは草食恐竜だけど、それでも大きくて迫力があるわね。そうだな。ただ、そんなジュラ紀後期の地層から発見されたものの中で、最大の肉食恐竜がサウロファガナクスなんだぜ。アロサウルスより大きいだけじゃなくて、その時代で一番大きい肉食恐竜だったのね。ああ、サウロファガナクスは、同時代のトルボサウルスや、アロサウルス、フラギリスよりも大きく、獲物もより大型の竜脚類を、捕食していたと考えられているぜ。具体的には、どんな獲物を飼っていたの？サウロファガナクスと共存していて、獲物となった恐竜の候補としては、長板類のカンプトサウルスや、ドリオサウルスの他に、ナノサウルスや、ステゴサウルスなんかも可能性があるとされているんだ。あのステゴサウルスやナノサウルスを捕食してしまうなんて、さすが王様だわ。ああ、ジュラ紀の捕食者には、アロサウルス科の他にも、獣脚類のトルボサウルスやケラトサウルス、マーショサウルス、ストケソサウルスや、オルニトレステスなどがいるが、その中でもアロサウルス科の恐竜は、食物連鎖の最上位に君臨していたということが、わかっているぜ。アロサウルス科って、アロサウルスの仲間たちのこと？そうだ。アロサウルス科の中にも属という分類があって、サウロファガナクスだったら、アロサウルス科サウロファガナクス属だな。単にアロサウルスって言った時は、アロサウルス科アロサウルス属のことを指してるのね。その通りだぜ。少しややこしいかもな。だが、この分類上の問題は、ジュラ紀最強の恐竜という、今回の話題を考える上で、非常に重要になってくるんだ。どうして？今の話でもサウロファガナクスが最強という話は、十分説明されてたと思うけど？そうだな。サウロファガナクスが強いっていうことは間違いないんだぜ。でも実は、もっと強い恐竜がいたかもしれないんだ。さらに強い恐竜がいるの？そういうことなら、詳しく聞いてみなくちゃね。霊夢は本当に強い恐竜が好きだな。当然じゃない。恐竜のロマンはその強さにこそあるのよ。そうか。ただ、さっきも言ったように、この話はまだ、研究者の間でも見解が一致していない問題を含んでいるんだ。どういうこと？順を追って話すぜ。その恐竜はコロラド州、ガーデンパークのモリソン層上部で発見され、エドワード・ドリンカー・コープによって、エパンテリアスと名付けられたぜ。エパンテリアス？それが本当に最強の恐竜の名前なのね。一体どんな恐竜なの？約1億5500万年前から、1億4500万年前のジュラ紀後期に生息した恐竜で、推定全長は最大で12メートルに達したんだ。エパンテリアスは、ティラノサウルスよりも力が強かったと考える研究者もいるぜ。大きいし、力が強いのね。私はそういうのを待ってたのよ。具体的には、どんな特徴があるの？それが残念なことに、現在でも一部の化石しか発掘されてないから、詳細は不確かな部分が多いんだ。化石がないなら仕方ないけど、それは少し残念ね。もしかして、最強の恐竜と言い切れないのも、それが理由なのかしら？そうなんだ。1988年には、グレゴリー・ポールによってエパンテリアスの存在は否定され、アロサウルスの大型種として、再分類されているんだ。存在自体なくなっちゃったの？勘違いだったってこと？それが、そうとも言えないんだ。最新の研究では、エパンテリアスの発見された地層が、アロサウルスの生息年代よりも新しいものであることを理由に、アロサウルスと同一視する考えは否定されている。見解が2点3点しているのね。それで結局、エパンテリアスは存在したの？それが、見つかっている化石が少なすぎるために、実在したとしても、現段階では独立した属として定義するのは、難しいという見解が有力なんだ。これからの研究で、新しい発見や化石の発掘があれば、ジュラ紀最強の恐竜として、エパンテリアスが名を馳せるかもしれないわね。そうかもしれないな。霊夢。
前回のアロサウルスの解説で、アロサウルスには、たくさんの仲間がいると、紹介したことを覚えているか？カルカロドントサウルスや、シンラプトルとも仲間だったことや、日本ゆかりのフクイラプトルもアロサウルスの仲間だったと知って、びっくりしたわ。よく覚えていたな。偉いぞ。アロサウルスの周辺に分類されている、かなり広い範囲の仲間を紹介しただろ？そいつらをまとめてアロサウルス城下というんだぜ。アロサウルス城下？アロサウルス下の他にカルカロドン下や、ネオベナトル下などで、構成されるグループだぜ。より大きな分類のグループってことね。そうだ。今回紹介したサウロファガナクスと、エパンテリアスはどちらも、アロサウルス科の恐竜とされているが、エパンテリアスを独立した属として考えると、アロサウルス属、サウロファガナクス属、エパンテリアス属に分類されるぜ。どちらもアロサウルス科の恐竜だけど、属が違うってことなのね。ああ。アロサウルス属で代表的なのは、アロサウルスフラギリスだな。フラギリス？アロサウルスのような属名の後につくのは種名というもので、身近な動物に例えると、クマが属名でヒグマやツキノワグマが種名になるぜ。なるほど、そう例えてくれると、わかりやすいわ。他にも7種ほどが、アロサウルス属として分類されていて、これらの恐竜がまとめて、アロサウルスと一般に呼ばれているんだ。アロサウルス属の中にも、そんなにたくさん分類があるのね。立ち入るとややこしくなるから、一旦は属名で考えた方が良さそうね。そうだな。そもそもアロサウルス科の中でこんなに種が存在するのは、アロサウルス属だけなんだ。それならちょうどいいわね。そして次に、今回メインで取り上げた、サウロファガナクス属の、サウロファガナクス。最後に、エパンテリアス属の、エパンテリアスという形になるな。でも確か、エパンテリアスの分類に関しては、研究者の間でも意見が分かれているのよね。ああ。ただ、分類に関する議論があったのは、エパンテリアスだけではなく、サウロファガナクスに対しても、アロサウルス属に分類されるべきだ、と主張する研究者がいるんだ。確か、どちらも発見されている化石の数が少ないのよね。ああ。比較的化石の数が多く、研究の進んでいるアロサウルス属に比べると、属として確固たる地位を築くには、確かにサンプルの数が足りてないと言えるな。そのせいで、サウロファガナクスにも、分類をめぐる見解の違いが生まれたのね。具体的にはどんな議論があったのかしら？サウロファガナクスは、アロサウルスマキシマスとして、アロサウルス属に分類するべきだという議論があるぜ。アロサウルスマキシマス？種を表すマキシマスは、最大の、という意味で、サウロファガナクスを属ではなく、アロサウルスの大型個体とする分類だ。そんな、サウロファガナクスは本当はいなかったっていうの？いや、21世紀初頭の論文では、サウロファガナクスを一つの属として扱っているものが多いぜ。よかった。多数派の意見ではないのね。ああ、サウロファガナクスが種として認められる理由としては、その体の大きさに加えて、いくつかの特徴的な違いがあるんだ。ちゃんと理由があって認められてるのね。どんな違いがあるの？アロサウルスとサウロファガナクスでは、結合中の形状や、山形の肉切り骨、背中側の神経棘の根元にある水平な板などが、違いとして挙げられるぜ。そういう違いがちゃんと発見されているのも、これまでの研究の賜物だわ。まとめると、サウロファガナクスについては、少しずつ分かってきているけど、エパンテリアスに関しては、まだ何かを断言することは難しいって感じね。そうだな。エパンテリアスとどっちが最強かって話ができないのは残念だけど、サウロファガナクスが、とても強力な恐竜だったって知れたのは良かったわ。理解してもらえたみたいで、良かったぜ。この動画で正確な結論を出すことは避けたいが、もし現時点での研究を、すべてとして考えるなら、現段階ではサウロファガナクスこそが、ジュラ紀で最大最強の肉食恐竜だったってことになるかもしれないな。なるほど。よくわかったわ。ジュラ紀最強はアロサウルスと思っていたけど、アロサウルスよりも大きいサウロファガナクスや、エパンテリアスについて知って、もっと強い恐竜がジュラ紀にもいたんじゃないかって思えてくるわね。ああ、サウロファガナクスはまだ謎の多い恐竜だが、今後研究が進めば、アロサウルスより強大な恐竜として、もっとメジャーな存在になっていくかもしれないぜ。その頃にはエパンテリアスの研究も進んで、どちらが本当の最強かを考える、熱い議論ができるかもしれないわ。もしそうだったら面白いな。ちなみに、サウロファガナクスの大きな骨格標本は、アメリカにある、サムノーブルオクラホマ自然史博物館の、ジュラ紀ホールで見ることができるぜ。へぇ、アロサウルスよりも大きいなら迫力もあるだろうし、ぜひ見てみたいわね。ニューメキシコ自然史科学博物館では、竜脚類に襲いかかろうとしているサウロファガナクスの全身骨格が、展示されているぞ。こっちも気になるわ、春休みに行ってみようかしら。ああ、ぜひ実際に目で見て、太古のロマンに思いを馳せてみてほしいぜ。マリサ、今回も解説してくれてありがとう。
どういたしましてだぜ。